こんにちは今回はウエスタンアームズのマグナブローバックからノーババッッックネククネススト5インチブラックガスブラガローバックご紹介したいいと思います23年ぶりの再紹介になると思いますけれども、えー、前回はね、えー、今やっている方式のブルズアイターゲットで打ってなかったのでね、えー、もう一回打ってね実力をね確認してみましたと。 いうところでございます本体紹介の前にねはい箱ですこんな感じです取説はねはいえー、2006年版このモデル自体が2007年頃に購入してますね私ねはいそしてねこれここはよく読まないとよよよって迷っちゃいますねはいホールドオープンはしませんっていうことですねこの銃はねはいということです で、えー、買った当時のねはいこんなターゲット、これ 5m からですかね、はい。それから前回紹介の時その時もねもう結構ほらブルーズアイっぽくやってて、ね、いろいろとお遊びでやってたんですけれどもはい的と採点方式がねちょっと違うんでえ今回ねやり直してみたというところでございます。はいでは本体のね紹介にさせていただきましょう。おっとバレましたね この、ね、せっかくのノバックさんの、ね、メダリオンが、ね、取れちゃう。ね、これ取っちゃいますもんね。もちろん接着すればいい話なんでね、はいまあ。たまにはこんな格好もいいでしょうということで。こっち側は取れないんですよ。はいねはい、フロントサイトの真鍮ボール。これがゴールドでね、なかなか、ね、独特の見え味です。こんな感じに見えるわけですね。 すすすごく狙いやすいい、やですよ。はい、先ほど申し上げました通り、お、え、り、ーまあ、ウエスタンーンズさんの方の仕様でねスライドストッパーかからない仕様になってますということですねですから今マガジン入ってる状態ですけどもこうやってこのまま戻っちゃいますということですはい背面スライドはねちょっとだけが、まあ、ガタつかないって言っていい方のレベルですねこのねセーフティーがね独特で面白いんです ちょっとねほらか上がりが浅いっていうかねストロークが短い感じがしてちょっと動かせばもうかかるっていうのはいいんですけれどもやっぱりパチンとここまで跳ね上げたいなというのをね今回ね家族で感じた次第でございますここ塞いじゃってあげましょうかねはいこのスライドのねこのカットが独特ですねノバックねえ もうほんと昨日も家族にちょっと話したんですけどもこれもあんまり好きな言葉じゃないんですけどもクローンガバの一つじゃないですかそうやっていろんなメーカーが力を入れていい、ね、ガバメントベースの銃を作れば作るほどまたそれがやがて、ね、デファクトになっていくという、ね、え好循環でおそらくこのガバメントっていうか1911系のルックスって 次の100年も残るんですかねなんてことをねえ感じました。でトリガーがね結構引き心地が独特ででして、ね、ここのエッジが結構しっかり立ってるんですいい意味で。ということで引く時にねどうしてもねはいここがねこうちょっとこっち側に押すようなね引き心地になっちゃう私のね手が指が短いからかあるいはね、えー、やり方が悪いのかもしれませんけれどだから意図してですね指のね腹の部分で。 スクイーズですよねシュって絞るようにしないとギュッと落ちっちゃうというのは結構ね家族の中からも声が出ていましたはい、えー、グリップセーフティはキャンセルされていますこれもねあったらあった方がねなんかいいような気がする 我が家でで遊ぶ分にはですね、メインスプリングハウジングがストレートっていうのはもう嬉しいですただこのチェッカリングがね、えー、細かすぎる、まあ、つまり優しすぎてねちょっとね滑り止め効果の点ではいまいちかななて気がしますねで自慢の入りやさいとこういう感じです、ね、シンプルでなおかつこう引っかからないっていう感じですねエジェクションポートはこんな感じでございます ではねおさらいとなると思いますけれども、重量測定と、トリガープル初速測定ですね。でん。897。あない、ね、これを乗せなくちゃ。変わらないですね。変わらないかな、ほ本当に。あら、変わった。890。あ、惜しい。7のままですね。はい。こんな感じですね。ずしっとやっぱ来ますよね。空打ちするとね、これなんかね、ガツンガツン来るんですよ。 なんかいつもよりよりねなんかあちょっと緩んでましたこれいつもよりよりなんかリコイルが激しいですね夏だからってわけでもないと思いますこの銃自体がねドカンドカンくる感じバン,バンバンって感じでくるんですよちょっと来ましたねはいちょっとねあのビビりましたトリガープルですねちょっとこれ押さえなくていいから楽ですね より固定しましょうしっかりと0 8 8一発目はねまっすぐ引いてみようか零点九0.90そうですねやっぱりだからいつも0.6とか7ぐらいじゃないですかやっぱりそうなんですよ少しねやっぱ重いんだな トリガーの、ね、切れるポイントは遊びがもうほぼゼロですこのままうんやっぱちょっと重いですねそういうセッティングなんでしょうかねうん、まあ、こっちの方が打ちやすいって人もいるんでしょうね今ちょっとね打っていますねブレるかどうかねうん、まあ、ちょっとブレるかなっていう感じですねこの辺りね射撃結果に効いてきてるかもしれないですね バンパーがついてるんでねガスの注入はねこれでギリギリですねこれ丸井さんのガスですけどねこんな感じですねこれで初速ちょっと測ってみましょうね手ごめよいしょスライドストップがかからないんでね安心して打てますね マガジンもね 45ACP こっちにのバックマークついてるんですけども仕上げはお世辞にもいいとは言えませんねこの後ねしばらくしてウェスタームズのこのマグナブローバックシリーズのマガジンも多少綺麗になってきますけれどもねこの頃はもう悲惨ですねグラインダーコンバリバリのやつがね届いてましたねはいじゃあね一発目送り込んでセーフティーをかけて じゃあ、速を測ってみますお。やっぱり夏場ということもあるんでしょうね0.72今室温は28度です、はいはい、同じく0.72これは安定してますねお0.73最後 0.7とねこれではいスライドストップかかりませんから片手でねポンポンと遊べますね私でもねねマルゼンさんのあの PPK の空打ちモードみたいな感じでねいいですねこれねそういう意味ではねマグナブローバックを満喫できますねドシンドシンときますねはいではねあその前にちょっとマガジンの 温度だけ測っておくでしょうかメダリオン置いといてあげようねマガジンの温度はね今どのぐらいだったんだろう結構ありますね2 7 5五度ありましたはいということでねやっぱ夏場はねそりゃそうでしょっていうぐらいねはい元気いっぱいですねでは試写結果の方をね、えー、ご紹介したいと思います もう安心の我が家にとってはもう定番ですからねえみんなねえちょっと練習50発ぐらいかなかみさんが一番多いですね奥さんがねせがれは割とさらっともうきれいな、OK、って感じですよ、ね、私はもう本当にちょっとだけですはい 5m でね両手で構えて打って、まあ、こういう感じになりましたと。 ねまあ、30超えてますか悪くない30っていうことは6点圏のとこに全部ね大体収まったのと同じようなことですよね5発ですからはいそして7 5メートルの両手ですねはい一応中に入ったんでいいかなと思ってます私の場合はねはいこっからね面白くなってきますねなんかね微妙にこう散っちゃうんですよねところが逆に散っていたせがれがね 収束してくると、はいうことになりますはいこちらも同様ですね左の片手に関してはせがれがバババッとねこういう感じで集めてきましたんでグイグイといい感じになってくるんですけれども最後はねはいまあスコア一応ねお遊びで競ってるんですけどもね4ピン差4ピンってボーリングじゃん4ポイント差ですね平均が26.3ということでウエスタンアームズのマグナブローバックのガバ こ大体ね,えだいたいね我が家での平均ですねはいじゃあ集団はどうなの、えっとい、ね、とこんな感じですはいどう評価したらいいんでしょうかまあサイティングしたとこより右側にいくっていう傾向はみんな同じですけれども誰のが一番いいのかなかみさんのはこっち側に落ちてますからねもう微妙ですけれどもまあこの辺が同じぐらいかなって感じですねせがれがちょっと散ってるなということで この集団に関しては、まあ、ウェスタームズのマグナ・ブローバックのガバンの中で、まあ、中のちょっと下ぐらいかなっていう感じを感覚として受けましたはいえー、みんな打った後の感想はですね先ほど申し上げた通りなんかねすごい暴れる感がるこの銃自体があのガバンガバンって感じでねこんな感じでドッねうん うんという感じで、ね、暴れる感が非常にあったということとやはりこの、ね、トリガーのエッジのところがきつすぎちゃってみたいなのはねただそのシューティングスタイルっていうんですかねどういう、ねあのー、競技にこれを銃を使う前提でねあるいはどういう練習で、ね、使う連前提でね えー、デザインされてるかっていうのはよくわからないんですけどもどちらかというと面白半分にフェザーでトリガーを引いちゃいけないと、まあ、つまり一瞬考えてからね打つようなそんな競技に使われたりもするんでしょうかあるいは練習用なのかあるいはコレクションなのかはいその辺りねいろいろとね想像して楽しんでおりますはいということで、えー、今回はノーバックネクスト 5インチブラック再度ねブルーズアイターゲットに打った結果等々を含めてご紹介させていただきましたではまた